え皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、インターネットの方々、こんにちは。えー、こんばんは。えー、おはようございます。えー、っと、先々週の土曜日までですね、あのチームがアメリカにこう行っていました。で、えっと、あの、 ユナイテッドとそれからシンガポールの2つの飛行機で分かれてきたのでえっとシンガポールの方はえちゃんと土曜日に着いたんですがユナイテッドの方は1日遅れたんですねで1日遅れたあの飛行機に乗っていたのであの先週の日曜日の4時ごろ教会に着いたんですけどえっと飛行機があのあのくるくるロサンゼルスの上に回り始めたんですね。そしてアナウンスによるとえっと来ると タイヤがちょっとあのおかしいので、えー、っと向こうに成田に行くか戻るか、えー、ちょっと考えますということでね、えー、まああの機長さん考えてたんですね大体、ま、いい1周15分ぐらいやってで1周で終わるかと思ったら2周して2周で終わるかと思ったら3周して3周で終わるかと思ったら4周したんででですね、ま、だいぶ悩んでたようで,ですね。 それで、えー、とそのままじゃあ,あのロサンゼルスに着陸しますっていうふうに言われたんですがなんとなくこっちはあの納得がいかないわけですよねだってタイヤがちょっとおかしいからロサンゼルスに着陸するならねそのまま行って成田で着陸すればいいじゃないですかねだって条件は変わらないんだ,だからね飛行機飛んでるだけだからねあのと思ったんですが、まあ、それで、えっと、と止まったんですねただあのなんかもうちょっと重要な故障か何かあったんだろうと思うんですねそのまま えとスティアースの方々が出て行かれてねそしてですねそのまま我らが止まるという時代に陥ったわけですね。そしてですねえー、っと夕方頃あの夜になったんですがで地震が起こったんですね大きな地震がね。でかなり大きな地震で日本の方では伝えられてなかったんです僕はもう、えー、っとニュースのトップに行きましてそして、えー、っと道路が土砂崩れになっていて車がひっくり返ったり。 あるいはガラスが割れてたりあるいはあのよくありますよね、えー、っとコンビニかなんかの商品がバーンってバラバラになってたりそういうふうになっていてそしてですねこう言ってたのは、まあ、その地震自体もかなり大きかったんですけど、えー、っともっと大きな地震が起こるこの後起こる可能性が5%その前触れである可能性があるとか何かおっしゃってたんですねで、えー、っとそのことが非常に、えー、ちょっと語りかけを感じたわけですね。 なぜ語りかけを感じてたのかというと、今回大川先生が来てくださったんですが、その時にえっと飛行機で何の説教をすべきか祈ったっていうんですね。そしたら祈ったらアメリカ人がやった予言があるんですね。それを言うべきだって示されて、その予言を言ったんですが、それはですねアメリカに非常に大きな地震が起こるって予言なんです。 それとともにいろんな困難が始まるということで、まあ、これはアメリカに限らず寒、えー、難時代には近づいてますから全世界において、ね、特別な困難が来るっていうこういうような、えっと、予言のことを語られたんですね。でその「アメリカの地震」っていう事柄がねちょっと私心の中にすごく、えー、この語りかけとなったんですね。というのはですね、えー、と30数年前にあのー ニューヨークのですねデビッド・ウィルカーソンっていう素晴らしい紙の器がね幻っていうね予言の本を書いたんですねでそこにこれから起こることが書かれていてもそれが成就してるっていうことをね多くの方が言っておりますでその中で非常に印象的な言葉があったわけですねそれは何かというとアメリカで大地震が起こる今までにない大地震が起こるってこう書いてあったんですねそしてですねちょっと私がねあの特に興味を持ったのは それとれともにこが入ってあったんですねそしてねそのアメリカに大地震が起こる前におそらく日本だと思うけど大きな災害が起こるとおそらく地震であろうとそしてねアメリカの大地震が起こるってここ書いてあったんですねそうしましたら先日東日本大震災が起こりましたよねちょっとレベルの違う地震が起こりましたよねで私ねあこれはね成就かなと思ったんですねそれと非常に不思議なことに私は語りかけたと思いますけどもえー、っと 大地震が日本の東日本大震災が起こった1ヶ月後、デビッド、ね・ユルガソンねえー、っと証言されたんですね。だから私はあのこの時期においてもね特別な意味合いがあるというふうに感じましたからですね。特にこのアメリカの地震に関してはちょっと語りかけではないかとねこういうふうに思います。そしてですねえー、と私たちが残された一つの意味がそこにあるんだろうなというふうに感じます。これからかん大変な時代が来るぞということをね。 私が語っておられますこれはあの予告でも何でもないのですねちゃんと目視力を見ればそれははっきりわかりますねそれに対する対応ということをね言っておられるというふうに感じましたそれとともにですねえっと岡先生がこの話をしてくださったんですねあのよく岡さん先生はですねこちらが必要な額を言ってくださるんですよね3億円ないときに3億円が一緒にして与えられたってやってくださったんですね で今度ある教会の話であの大川先生がですね「あの感謝と賛美」とリバイバルキャンプの後にその教会に行くことになってたんですねで2万人か3万人のでかい教会なんですねでそこの教会の話なんですがあと4日で1億3,000万円必要になったと。ね、ところがですね、えー、と祈って神様に願った時にそれが与えられたっていう 皆さん何の関係もないって顔してますけど実はその1億3,000万円って何の関係もあるんですねそれは何かっていうと今日本の個人をつくろうとしてますが今あと1億3,000万円なんですねで私は1億3,000万円が与えられたって証を聞いたのはそれその時だけです私はね特別な趣の導きだなと思いますそれからまた私がねちょっと冗談で言ってたんですね何かっていうと 1, 1年で1,000万円集まったんですね そうすすするととと億千万円じゃないでででか、ね、だかだらあと13年普通で行くっって言って言たんですねでもちろんそんなつもりはありませんよねもっと早く行くとね。ところがねその証はね4日で集まったっていう証しで,ですから皆さんね、あのー、1億3,000万円はね、あのー、必ず集まってきますけどもね特別な種の力がそして主の他が働くぞっていうことを、ね、非常に強く思いますのでね、えっと、どういうふうに主が技をなされるかっていうのは見といていただきたいとこういうふうに思うんですね。 それとともにです、ね、今あのインターネットの働きをしてるんですねそして例えばあのブログやなんかがね、えー、と数万とか1週間ですねアクセスを取るんですけど、えー、と本当に狙ってるのはね証しとか福音を伝えることであって例えばクリシャンの寄り道っていうのはあれはこちらが本当に狙ってることなんですね大体、まあ、いいそれがですねまあ,あのコアなあのコアに聞いてくださる人がいて大体いい <laughs> 1週間4500になるんですね。 そしてです、ね、今回は、えー、っと生涯3番目の不思議な体験ってねそれでやってるわけですねでねそれがねいいんですよ皆さんあらあっとそういうのそういうんですね下の時間の人 <laughs>、ね、もう次々と素晴らしい証しで私ね感動しましたよねそれで感動したのにね印つけろって言うんで私1人を除いて全員つけましたよね <laughs> <laughs> で大体20人ぐらい1 4 5人から20人ぐらいいらっしゃるでしょでどうぞ皆さんねあの、えー、っとその証に触れてください。信仰が強まる方法っていうのは、ね、簡単なんですね情報なんですですすから神様が働かれたあの記録を読むとか話を聞くっていうことが大きいのなんですね。うん 例えば、あの、聞き従いとか、感謝の事柄が語られていて、皆さん素晴らしい体験をされていると思うんですが。ちょっとそうかなと思っている人もいると思います。その一つの理由は、情報がないのです。でいろいろ、そういう証の情報に触れることによってね。分かってきます。具体的にですね。で、皆さんね、えー、っと、不信仰。っていう場合はね、情報がない場合が多いんですね。そうすると、本当の信紅じゃないんですよ。情報がないだけなんです。あるいは、情報が間違ってるだけなんです。 では、だから皆さんね触れることをお勧めします。また、そのことを通してね。主はね。素晴らしい技と栄光を表されるということをね。覚えておいてください。それと共にですね。先週は。記念会、北野兄弟の記念会がありました。北野牧師あの北海道のですね。そのお父様なんですが、えっと安定国協会の教会で、いつもその辺に座っておられたんですね。その辺に座っておられたんですねえ。そしてですね。えっと記念会をやったときに。 と話によると、まあ、教会の人と親戚が2人ほど送るということで、あとは来ないということだったんですね。そしたらね、結構親戚の方が来られたんですよね。あの我々の知ってる親戚以外のノンクイーンさんの親戚の方が来られたんですね。それとともにね、こちらが予想外だったのは、えー、っと警視庁の人なんですね。なんですね。そしたらね、なんか目つきの鋭い。 ちょっとタイプの違う人たちがバーっと来られたんですよみんなですね。それで私もここで司会をやりながらねこ、こうですからねこうやってね、<laughs> いやもう完全に違うなって <laughs>、ねえー、そういう感じだったんですね。ただあの素晴らしかったのは、えー、一応あの私たちはね記念会とかそういうことをやるときに、まあ、主の住家でやった場合はこうなっちゃうのでね、はめからその覚悟をしておいてください。<laughs> 招きまで行きますからですね。 そしてねえー、っとそのうちのね多くの方々がね受け入れの命をされておられましただから今あの北の兄弟が天に行きましたけどもその記念会でねまたいろんな神様の救いが起こったってことは本当に素晴らしいことだと思います感謝したいとこういうふうに思います <laughs> それで聖書の方に入っていきたいとこういうふうに思います えっと第2コリントですね第2コリントの5章17節こう書いてあります誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去ってみよすべてが新しくなりましたってこう書いてあるんですねで、この言葉は非常に有名な言葉です、えー、で、多くの教会に行って皆さんこの言葉を聞くはずですね ももううすすででに聞いいた方も多いと思うんですね、えー、そしてね素晴らしい言葉なんですね。だ誰でもキリストのうちにあるのは新しくつ作られたものであり身を全てが新しくなったってこう書いてあるんですね。で私はですねあのこの言葉が好きだったですしまた実際あの素晴らしいなというふうに思ったんですね。ところがねこの言葉でちょっといろいろなトラブルを感じたんですね。それは何かっていうとう この時にですね「誰でもキリストのうちにあるなら」っていうのはキリストを信じたならって解釈したんです。信じたなら、ね、もちろん信じたら皆さん永遠の命が働いて新しく生まれるんですが新しくつ作られてもって古いものが過ぎ去って身を全てが新しくなりましたってなるかと思ったんですね。 と信じたら確かにね神様を知るとかあるいはある霊的な力が与えられるとかしますが古いものもだいぶあるのですよね。身を全てが新しくなってないわけですよね。でこれはどういうことかっていうのはこれ自分が悪いのかなと思ってですね一生懸命立法を守ろうというふうな方向で言ったんですが皆さんねならないのですよ。これですね。でどうしてならなかったのかって私ね間違って捉えてたから。 えとね、信じたらっていう意味じゃないんです、これはです、ね。そしてね、次に、ね、本人にこう書いてあったんですね、新しくなったってことはあなたは信じなさい、もう新しくなった、信じなさい、信じなさいそうすれば全てが新しくなったって具体的な事柄が現れてくるっていうふうに私は、ねえー、と読んで、ね、もちろん違う風に書いたのかもしれませんが、私はそう読めたのですね、だから信じて新しくなった、新しくなった、新しくなったってね、えー、そしてやりながら、 歩んでるんででるすがもうだいいぶ古いのが全てが新しくなってないわけですよね。ですね。ですから何かって言いますと実はこの御言葉に対して素晴らしい御言葉なんだけど実際その具体的なあらあれを見ていないということになったわけですね。でその時にですねじゃあ私ね間違って捉えてたんですね。それは何かというとこれは条件があるんですね。信じるってことは土台ですよ。 えー、そしてその条件というのは何かと言いますとえっ、ー、と17節のキリストのうちにあるならということなんですつまりイエス様を信じて新しく生まれるんですがね新しく生まれた私たちがキリストのうちにあるかどうかまた別問題ですその私たちがキリストのうちにあるならば身をすべてが新しくなってこう書いてあるんですだから問題はキリストのうちにあるっていうことが一体何かっていうことなんです でそれに関してはね第一ヨハネに書いてあります。第一ヨハネの三章、えー、お読みいたします。三章の前の二章ですね。二章の二十四節ここ書いてあります。あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。 もし初めから聞いたことがとどまっているならあなた方は巫女及御子および道のうちにとどまるのです。これ「御子のうちにとどまる」って言葉が出てきます。ですね。で初めから聞いたことを何て書いてあったのかな、えー、自分たちのうちにとどまらせなさいとこう書いてあるんですね。つまり初めから聞いたことをとどまらせるということが巫女のうちにとどまるってことだって気が付きます。じゃあ初めに聞いたことは何かっていうと初めに聞いたことは福音ですこのこと。 場合ね、もっと広く言うならばいいですが神の言葉ですだから何て言ってるのかというと神の言葉にとどまりなさいそうするとキリストのうちにいるってことなんですそうすると新しく生まれたものになるぞってこうなるお分かんますね。ねですからこちらにもう一回戻って言いますと「誰でもキリストのうちにあるなら」 つまり神の言葉に信頼してその上に立っているのならばキリストにあるあるわけですね身をすべてが新しくなるこう書いてあるまで,すでもちろんねそれをいくつの面もあの面で体験しました皆さんもそうだと思うんですねでねえっと今の私をねえっと小学校中学校高校の時の私が見たらどいも思うにも目ででしょう私とは考えられないと思います なぜ考えられないのかって言って私はね赤面症だったんですそしてね人との関係がダメだったんですだから人前に出れないんですねそしてですねあのー、だから消極的なんです内気です行動的でないんですでどうしてそうだったのかっていうとそれはですね私人前でね恥がきしゃがなかったんですまた人前でねかっこよく認められるなんて たく持ってませんでした私はただ恥をかきたくない傷つきたくない,なないのですですからねあの海の底の底の底の深い海のように目立たず黙って言おうとしたのでで何事でも消極的でってきした、ね、私は恐れてたんですで人がダメだったんですところはね今違うんです皆さん 皆さんの誰よりも人前に立ってますですねそれからあのなんかあの話しにくい人と,ともどん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 話すわけですよね, <laughs> ねだってえらい新井先生とかね大川先生とか石川先生とかね恐れてた仕事になれません <laughs> <laughs> で私は数千数万の回収の前に立つ,立つのですねそして新井先生が言ってくださったんですねテルちゃんと話してるときに。 それはね恥かきたくなかったからですねそして積極的でなかったんですねで言ってました行動的だって私はね行動的だと思いますねじゃないと87か国も海外に行ってませんねじゃあねどうしてこの逆転が起こっちゃったのかあのこれですこれです私教会行った時にしばらくたってですね「神に従いなさい」っていう あの神の言葉に触れたんです従う時神の技が起こる、ね、神の祝福が起こるとそして私はねその時から神にに従うことに決めたんですそうしますとね皆さんね例えばね「証しをしてください」なんて言われるじゃないですか嫌なんですよ私だって恥かくからでも皆さんねだからね私はやったんです最初はひどいもんでした 明かしすればするほど恥かくような状況でしたねでも皆なさんね言葉に立ったんです,ですね言葉に立ったら変わったんです私は教えに立ったら全く違うものだったんですだから私のあの中高生の時を見てる人は私はもう全く違う人であるということをその人たちは見るはずですそれはどうしてかというと皆さんね神の言葉に これが、えー、ポイントなんです。そしてその時に主にとどまるということになります。いいですか？その時に主の技が起こってくるということですね。そして、その時にあの2つ変化がありましたね。1つは何かと言いますとね。ええー、と対応が変わっちゃったんですね。完全に変わっちゃいました。ね。あの内気でね。消極的が積極的になったんじゃなくて、神が言われることをやったら、それが積極的で評価されるって。ただ、それだけの話ですね。 そして、ね、もう一つはね神の言葉に従うと神のこと言葉の恵みが出てくるんですよだから自分の人生にその神の言葉の恵みがね現れてきただから皆さんね私あの神の言葉に立つ時とね立った後のね差があるんですねそれは何かというとね立つ前はね運が悪いなと思ってたんですようちの弟がね運がいいんです。ねそしてね私運が悪いんです。 人生って運が悪いなと思いましたねところがね立った後はね神の約束の成就が始まっちゃったじゃないですかもう全然弟なんて目じゃない <laughs> 全然こっちの方が縮小しれちゃってるあの具体的にねだから一つは私が変えられるってこととそれとともにね実際上人生における展開の変化が起こってきちゃったんです例えば、えー、と私はですねえっ、ー、と うちが早く寝たので大体ね9時20分ごろに寝てたんですね新学校行った時新学校初めに行ったのに27歳なんですね寮に入ったんですねそれで大体9時20分頃に寝るわけじゃないですかみんな起きてるねと、途中でト,トイレに起きてあの起きた時みんな起きてるうわーこの人たちどんな人だなと思ったんですねそれであんまり早く寝るからあの眠れないのですよね そしてね、えー、っともうその時は新学生になってたのでちょっと変化が起こっていましたがその前はね1時間ぐらい眠れないし12時間そうすると、ね、考えてるんですよね。なぜあの時こうしなかったとあの時こうしてればこうはならなかったああしてればこうはならなかったそして思うんですね何を思うのかというと、ね、これから一体どうなるだろうとどんなことが起こってくるだろうかいいですか皆さん希望なんて思ってないんですよ皆さん。 ね、私が祝福されて大金持ちになってとかものすごい、ね、有名になってとかそんなことは思ってないですよ皆さんね想像としては時々あったにしてもそれは現実問題と全く違うこととしてねもちろんあのアベベと一緒に走ってそして私がアベベをこの打ち破るね空想とかなんかはしましたけどもそれは単なる空想であって若手でやってるわけですからあのアベベってせあのマラソンのすごい選手がいるんです。 日本人が全く勝てなかった。でも私だけが勝ったんです。<laughs> 私の頭の中でね、<laughs> あの、あの具体的ですね。だからね、皆さんね、思い煩いしちゃってね、で将来に対してね、希望を持つんじゃないんですよね。あのそれ不安なのが私の生き様だったんですね。私自身だったんですね。ところが、感謝の教えを知ったでしょう。 で感謝の教えをし始めたでしょうそうなりましたらね皆さんねガラッとがっちゃったんですだって問題の後ろに神の計画があるわけでしょそれからね、えー、あの悔いいることなんて山ほどありますが、えー、神を愛する者の,のためには全ては益となるわけでしょねそして神の教えに立ったでしょうそしてねそれを体験し始めたんで皆さんすごいですよね本当にそうなんだからね 最初怪しいなと思ったんだけどあんましいいこと言い過ぎてるからねいやでもね神の言葉はそうですよねそうしますとね皆さんね私ね完全に変わっちゃったんですあの例えばね問題とか困難があっても例えばね紅くんの脳障害の時にショックじゃないですかねでねショックじゃなかったんですよもちろんあある打撃ありますよ、いいで,すかで夜ねぐっすりと眠りました。 私が思いましたね、紅君の,あの脳障害の後ろに神の素晴らしい計画があると。ね、そうなると皆さんね、ちょっと明るくなってくるんですよ。ね、だったら、大体、時事で考えるのは暗いことしか考えないから、心配してるわけだから、大体、こうなって、ああなって、こうなって、ああなってってね、すぐ寝るようになった。でもね、私よりも早く寝る人がいるなって気がついたんですね、間違いなく寝るんですね私より早く。 でもね、彼よりあの、えー、早く寝ないといけないんで本当は <laughs> 遅く寝ると地獄が待ってるって <laughs> でもねそれよりも早い人がいるんですよねそれはね一緒に派遣に行くとね寝るでしょね寝た瞬間寝てるそしたら一緒にね、あのー、チベットに行った時に彼不眠だって言ったんですねそしてね見てたら23分起きてたんですそして寝てましたね そしたらね、彼は後で不眠だったって言ってる。<laughs> 考えられないですよね。で、彼らには巻きますが、私にねぐっすり眠るんですね。で、ね、私ね人格が変わっちゃいましたね。でもその時に何が勝ったのかって言うとえっとね。イエス様を信じたことによって、永遠の命が与えられて皆さん変わってますよ。いいですかね。ある面買ったでしょう。しかしね、全てが新しくはなってない。でしょう ね、聖書では他のところでも言ってますね「この石によって自分の考えを変えなさい」ってで皆さんね神の言葉に立つ時に神の内にとどまるんです皆さん,だから皆さんが例えばね感謝に立つ時に思い煩いから解放されるんです違う自分になってるんです皆さんいいでしょいいですかで私たちが神の約束に立つ時に実は違ってるんですよ皆さん ね、例えば「人を許すなんて大変じゃないですか」「許しなさい」って書いてあるから新しくなったからあの許さないといけないと思ってこう許そ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 うと思って一生懸命我慢してると最後の爆発したりなんかしてる、ね、<laughs> それは立法的にやるからですねあのあの神のことだって信仰なんです信仰がポイントなんですね。でも皆さんね感謝し始めたでしょそうするとねあの許してるつもりじゃないんだけどなんかいろんな出来事とかこちらに害を加えた人 感謝してるとその後ろに神の計画があるって分かってくるじゃないですかそうなるとね皆さんね何人もの人そうでしょ捉え方違ってきてるでしょ恨んでないでしょねで恨みが自分の人生だなんて思ってた人も <laughs> 恨みはなくて私の人生のうん半分は失われるなんて思ってた人も <laughs> 皆さん感謝の言葉に立って始めた時に 変わってるでしょ皆さんだってその人たちがやったことがね打撃になると思ってたのが駅になっちゃうわけだから具体的にねその時にねああすべてが新しくなってるってことに気が付くんですねですからここで言ってる意味は何かっていうといいですかイエス様を信じて我々は変わるんですが皆さんキリストのうちにある神のうちにあるならばつまり神の 約束の言葉に立っているならばで私たちは全てが新しくなりそして私たちに神様の変化が起こってくるってことこれを言ってるんですねですからどうぞあのそれらの言葉をですね覚えつつ歩んでおいていただきたいと思いますお祈りします天の様まどうぞ人よ人のうちに豊かに働き三位御横と宮沢をあらしてください守護神の豊かな宮沢をあらしてくださいますようにお願いいます えっとかつて語られたことでずっと心の中に渦もれてしまっている神様の示しがある方がいらっしゃいますなんか私かなと思った人は祈ってみてくださいでそれがはっきりした時にはそれに対して従っていくように主は語っています手の妻どど豊かに導き最後横と宮沢を出してくださいなんかこう不安とか困難でちょっと縛られちゃっている方がいらっしゃいます、えー、神の言葉に立つように不安困難はその人を おしえー、に打撃を与えません神の言葉が真実となりますそれ神の言葉を見出してそこに立ちそこに従うようにその時、えー、この神様の働きが起こります神様はどど豊かに導き三位御栄光と宮沢をあらしてくださいなんか失っちゃった祝福の言葉がある方がいらっしゃいますその祝福の言葉を思い起こし信仰の対応を取るように仕上がっています癒しの祈りをしたいと思いますまず全員で罪の悔い改めのところを持ちたいと思います それではおのの癒やしのためにお祈りください。テナスもあなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お人お人の過度精神に触れ癒やしを行い解放になってください。イエスキストの皆よって病の力を打ち砕く。イエスキストの皆よってみずお人お人の過度精神から甘の量をさえ。イエスキストの皆よってお人お人の過度精神命ず癒されよ、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 癒されよ。 やされ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 ,されイエスキリストの皆をやってお人の過度精神に足を宣言するなんか耳鳴りななんか耳を切るような感じの耳鳴りがある方がいらっしゃいましたがこれがやさいました天皇様はどうぞ豊かに導きさらご横と宮沢を表してくださいなんか左半身がちょっとおかしい方がいらっしゃいましたけどこれがやされました心臓がちょっと悪い方がいらっしゃいましたこれがやされましたイエスキリストの皆をやってお人の過度精神に足を宣言する 感謝しますイエス様の名前によってお願い,いします。アメンどうぞお立ちください。ハレルヤ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  大宜値川区は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛聖霊の親しき交わりが私たちと共にとこしえにありますように。アメンどうぞお座りください。報告をいたします。市長の内側をご覧ください。 えと今日の第七は東京・カリスマ政界なので、どうぞ間違いありませんように、ここでは集会やっておりません。そから、四月二十五日、コ,コロコスペルがあります。どうぞ、七、えー、時開演ですね。今日から前売りをやっております。どうぞ、お友達とか家族を連れて、プレゼン堂になりますので、いらっしゃってください。それから、白馬賛美大会中国予選が行われました。ポーロスが勝ちました。ただ、これが代表ではありません。えっ、ー、と 中国、四国、そして北陸はですね、3地域で2チーム選ばれることになっています。それへ各地の1位がもう一度先行しまして、そして2チーム選ばれるということになります。また、小学生以下は3、えー、尾の子どもたちかな、3尾の子羊たち、それからヤングはアフターザレイン。ただしあの ヤング小学生た以下も選定となりますので、ねえー、はっきりするのは後ですはい、それから4月7日から9月まで中国政界ではなく北陸政界です川崎政界は4月12日ですねそれから石川浩二先生が5月18日第7礼拝でメッセージをしてくださることになりましたはい、感謝の選手は4時半よりハイアットリリジェンスですねあとはいつもの通りですはい、報告お願いします 伝道部会のお知らせです今週の土曜日ですね12日6時半からこの場所で癒しの集いがもたれます時間を取ってお祈りしますのでお友達を誘ってきてくださいお待ちしますゴスペルコンサートのお知らせです4月25日金曜日7時開演で心ゴスペルが行われます 会場はザ・公演寺2となっています。チケットは本日発売で、大人前売り1200円、当日1500円、中高生前売り500円、当日700円、小学生以下無料となっています。ぜひ皆さん、お誘い合わせの上、お越しください。 新学校からのお知らせです2014年度の授業の時間割ができました販売ブースの前の掲示板に貼ってありますのでご覧くださいまた今期の授業は4月11日の金曜日から行われますまた各予言クラスですが月曜クラスが明日の7日から土曜クラスが12日また日曜の夜間クラス13日になりますのでお願いいたしますはい大丈夫ですかね はい、それでは礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。